情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました、皆様、例の事件の続報でございます。はい、まあ、今日内容面白くないかもしれないですけどね、まあ、一応高評価のボタンとチャンネル登録、それから、コメント欄にぜひ、ね、感想でも書いていただけると嬉しいです。励ましのコメントお待ちしてます。7月のですね、18日ですか、まあ、参院会でね、ある男とトラブルになりまして、まあ、そんなことを言ったらオズワルドになりますよとか言ってね、まあ、ちょっとそういう私に危害を加えるかのようなんですね、なんかちょっとよくわからない発言をしてね、まあ、去っていった男について、今日ですね、こちらの福生警察署の方で、しっかりとですね、お話をさせていただきました。はい、でね、監視カメラの映像ね、写真もう一回見せてもらったら、もうバッチリ風体からもう顔からね全部映ってましたね。しかも一回店に来てね、ずっと待ってたんだね君ね、もう全部わかってるよ、もう時間とかも全部出てるんで完璧にバレましたし、それから例のね車のナンバーの方もね、もうしっかりと、分かっておりますので、まあもろもろ含めてですね、今後ですね、まあ刑事訴追、刑事告訴に向けてね、まあ粛々と進めていきたいなとは思ってるんですが、まあそれよりもね、まずね自分の身は自分で守ることが大事なんで、状況は刑事課のね警察官の方とも相談しまして、なんか雨降ってきたな、まあいいや、相談しましてね、今後私のイベント、まあ、やるときには、まあ、必ず所轄の警察署に相談をしてですね、まあ、ある程度警備警戒、お願いできるということでしたので、しっかりとトラップを用意してお待ちしたいなと思います。まあ、今日は完全に風景ももう一回確認できたんでバッチリ分かったんでね、我々の、現地のスタッフともね情報を共有しながらですね、まあ、進めていこうかなと思います。なんかちょっと雨降ってきたんで傘差していいですか、すいません傘差します。はい、いやーこれちょっとすげえな、すげえ雨降ってきた。はいはい、すいません、すいません、はい、雨降ってしまいました。はい、ということでね進めていきたいなと、思っています。はい、まあ何よりも大事なことはね、まあ自分の身は自分で守ることだと思います。まあ警察の方はね、いろいろ法律上のね、まあ、制約もあるので、まあ、動ける部分、動けない部分、いろいろあるとは思うんですけれども、まあ、それはそれとして、しっかりと、いや、粛々とね、証拠を固めて、いく作業をやってくれると、いうことなんで、まあ、それはそれで、まあ、ね、状況を見守りつつですね、もう一回来たら、確実に捕まえると、いう意味では、今後ですね、警察と連携をしながらね、まあ、今日はいいお話たくさんいただいたんで、詳しくは言えないんですけど、はい、連携しながらね、まあ、もう一回来た時には、うん、目に物見せてやるぞということでね、はい、しっかりと対応していきたいなというふうに思います。まあ、今後もですね、その言論をね暴力で抑え込もうとするような連中に対してはですね、厳しく対処したいなと、いうふうに思います。議論だったらいくらでもしますけど、議論できないようなね、そういう、まあ、何かを強要したり、会ってくれとか強要したりとかさ、こっちが反論できないさタイミングね、例えばその選挙の期間中にさ、選挙の候補としてね、いきなり論戦挑んでくるとかね、そういう卑怯なのに対してはね、もうしっかりと対応していかなきゃいけねえなと、いうふうに思いました。はい、まあ、私は自分自身の言論活動は自由に今後も続けていきたいと思いますしね、まあ、安倍さんがあんなことになってしまったんで、ね、安倍さんの意思を継ぐためにもね、微力ながら貢献できることがあればね、やっていきたいと考えていますので、こんなことに屈してたらね、こんなもんね、はい、全然ダメですよ。だから、私は、自分の筆も曲げなければね、意見も曲げずに向きやっていこうと思います。まあにしてもですよね、座して死を待つようなことはしませんので、全力で、アイアンドーム、防御体制取らせていただきますので、はい、その辺ちゃんと覚悟してね、来るならお前ら覚悟しとけよと、いうことだけは宣言したいなと、いうふうに思います。はい、ということで、今日の内容大して面白くないですけれども、よかったら高評価のボタンとチャンネル登録ね、それから、コメント欄にね励ましのコメントいただけると大変ありがたいなと、いうふうに思っております。あとこれを機にね、ぜひサブチャンネルのご登録ぜひよろしくお願いいたします。ガオー。